ガリー・アレクシス・メデルソトは、チリ、首都州サンティアゴ出身のサッカー選手。ボローニャ FC 所属。ポジションは MF 及び DF。チリ代表。刀剣の愛称で知られ、その闘争心の強さからジェンナーロ・ガッツーゾとも、比較される。2006年、ウニベルシダ・カトリカでデビューした。2007年に、カナダで開催された FIFA、FIFAU-20 ワールドカップでは、 チリ U-20 代表の中心選手として活躍し、チームを3位に導いた。翌2008年はコパリベルタドーレスでこそ予選で敗退したものの、クラブアメリカ戦で得点するなどを検討した。国内リーグでは最大のライバルのウニベルシダでチリ戦で2得点を上げる活躍を見せた。2008年11月29日、ビジャレアル CEF やバイエルレバークーゼン アッコフ・フィオレンティーナが関心を示していると報道された。2009年7月、ボカジュニアーズにレンタル移籍した。同年には、ウルグアイのエルパイス氏による南米ベストイレブンに選ばれた。2011年1月、セビージャ FC へ移籍。2013年8月10日、イングランドプレミアリーグに昇格したカーディフシティ FC への移籍が決定。しかし、 チームは広角。2014年8月、インテル・ミラノに2018年までの4年契約で移籍。2014から15シーズンには、ロベルト・マンチーニ監督の信頼をつかみ中盤のレギュラーに定着。しかし2015から16シーズン以降は、ミッドフィールダー型気味のチーム事情もあり、ミランダ、ジェイソン・ムリージョに次ぐセンターバックの3番手としての起用も増加した。 2017年8月13日、スユベルリグのベシクタシュ JK に移籍した。2019年8月29日、セリエ A のボローニャ FC と3年契約を締結したことが発表された。代表では DF としてプレーすることが大半であり、2014、FIFA ワールドカップでは CB として起用され、チームのベスト16入りに貢献。コパアメリカ2015、 コパアメリカセンテナリオでは優勝を経験。コパアメリカ2019では3位決定戦のタイアルゼンチン戦でのリオネルメッシとの2社、同時対上撃で物議を醸した。ありがとうございます。